皆さんは池田恒興という名を聞いたことはありますか？信長の跡継ぎを決める清須会議にも参加した4人の重臣の一人で、織田信長と知兄弟の関係にあり、約40年にわたって織田家に仕えた人物です。普段はスポットライトが当たる機会は少ないものの、その勇猛さは家臣団の中でも指折りでした。今回はそんな恒興が見せた様々な活躍から、その後にたどった壮絶な運命までご紹介していきましょう。ぜひ最後までお楽しみください。第1幕、地道な努力でのし上がった池田恒興。天文5年1536年、恒興は織田家に仕える武将池田恒俊の子として誕生。出身地については尾張という説が有力なものの、他にも美濃、近江、摂津など諸説あります。また恒興の母である養徳院は織田信長の乳母を務めていました。そのため恒興と信長は幼い頃から実の兄弟のように深く関わり合っていたようです。その仲の良さもあってか、恒興は10歳くらいになると小姓として信長に仕えるようになりました。有能な家臣となることを期待されていたのでしょう。しかし数年後、同僚との口論で頭に血が上り、なんと相手を切り殺してしまったとか。ほどなくして事の重大さに気づいた恒興は信長の怒りを恐れて織田家を飛び出します。ですが後に信長の戦へ自主的に参加し、そこで帰参の許可をもらうことができたそうです。それ以降、織田家の跡目争いである伊能の戦いなど数々の合戦で武功を挙げていきました。信長はこの戦いで謀反を企てた弟信雄の暗殺にあたって恒興を実行役の一人に選んだという説も。そのような説が出るほど信長は実の弟より恒興を強く信頼していたことがうかがえますね。永禄3年1560年の桶狭間の戦いでは、恒興は織田軍の逆転勝利の立役者となりました。ほとんどの家臣が信長に籠城戦を進める一方で、恒興は兵力差を乗り越えるための奇襲作戦を提案。信長は悩んだ末に恒興の考えを採用しました。その結果、自軍よりはるか格上の今川軍を破るだけでなく、総大将今川義元を討ち取ることにも成功。信長の天下統一に向けた大躍進のきっかけを作ったという意味でも、恒興が果たした役割は決して小さくないでしょう。それからも恒興は地道に功績を積み、信長との揺るぎない信頼関係を築き上げていきます。その後、姉川の戦いでは2番手を務め、長島一向一揆へも参加して順調にキャリアを積み上げます。また突如として織田軍に謀反を起こした荒木村重の捜索にも力を注ぎました。天正8年1580年には村重を追う過程で、恒興は花熊城を短期間で攻め落とします。ちなみにこの時、嫡男元助と次男照政も大活躍。花熊城の陥落を大いに喜んだ信長は、恒興に摂津12万石もの大領地を与えました。この時には御年45歳と決して早い出世ではありませんでしたが、この摂津の国廃領によって恒興は宿老としての地位を固めたのです。第2幕、信長亡き後清須会議での立場。ところがわずか2年後の天正10年1582年、信長が重臣明智光秀の裏切りによって自害。この事件が起きた当時、恒興は信長から光秀の与力を任されていました。そのこともあってか、光秀からは反乱への協力を求める手紙が送られてきたとか。ですが恒興はこの要請に応じませんでした。同じ母のもとで育った信長との絆を重んじるなら、光秀に従うべきではないと考えたのでしょう。こうして弔い合戦への決意を固めた恒興は、
羽柴秀吉、後の豊臣秀吉の軍勢にいち早く合流。右翼先鋒として巧みな奇襲を仕掛け、短期間で明智軍を壊滅させるのに貢献しました。この戦いを山崎の戦いと言います。その勇猛さは秀吉も絶賛したとか。残党狩りが一段落すると、常沖は尾張の清洲城に急いで向かいました。そして信長の死から一月も経たないうちに、この城において会議が開かれました。いわゆる清洲会議です。その目的は次の織田家当主を決めることでしたが、家臣なら誰でも出席できたわけではありません。常沖はそんな超重要な会議の出席者として、秀吉、柴田勝家、丹羽長秀と共に選び出されたのです。たったの4人という狭い枠の中に入ったわけです。長い間目立たないポジションにいた常沖も、ついにこれほどの地位に上り詰めたわけですね。さて、信長の後継者選びをめぐっては、秀吉と柴田勝家が真っ向から対立することになります。その際、常沖は形の上では中立を保ちつつ、実質的には秀吉にかなり近い立場を取ったとか。丹羽長秀も秀吉への支持に回りました。その結果、秀吉が最後まで会議の主導権を握り、ほぼ全面的に自らの意見を通すことに成功します。こうして後継者問題に決着がついたものの、当然ながら勝家たちには大きな不満が残りました。その後も秀吉と勝家の間では亀裂が深まる一方で、翌天正13年1583年にはとうとう合戦に発展。賤ヶ岳の戦いと呼ばれるこの激戦は、先の会議と同じく秀吉の圧勝に終わります。ちなみに常沖は参戦しなかったにもかかわらず、秀吉から織田信孝の給料である美濃13万石の所領を与えられました。支配地自体は移動となったものの、12万石に1万石プラスされたわけです。何の先行も挙げていないのに石高が増えるなんて、ちょっと不思議な気もしますね。ただ光秀討伐とその後の清洲会議で、常沖は一貫して秀吉を支える立場を取っていました。そうして秀吉の信頼を十分に得ていたからこそ、参戦していなくても領地が増えたのでしょう。この頃には常沖の立ち位置は秀吉の重臣と言っても良いものになっていました。第3幕、織田を捨て豊臣側へと寝返る。信長亡き後、猛スピードで権力を拡大し、織田家を意のままに動かしていく秀吉。これに警戒感を強めたのが信長の次男信雄です。このままでは織田家が完全に乗っ取られてしまう。秀吉の天下取りに歯止めをかけるべく、信雄は父の盟友徳川家康に支援を求めました。家康もすぐさま信雄の要請に応え、再び同盟を結んだ上で戦いの準備に入ります。その頃、常沖は秀吉と信雄のどちらに味方すべきか悩んでいました。これまでの織田家に対する恩を考えれば、やはりここは信雄に味方すべきでしょう。ただ現在の秀吉の躍進ぶりを見ると、羽柴型で参戦した方が未来は明るいように思えます。しかも、もし秀吉が勝利した暁には、尾張一国が丸々常沖に与えられるとのこと。家臣たちの意見も大きく割れていたものの、秀吉側での参戦を推す声がやや多かったようです。娘婿である森長吉も秀吉に味方すると言い、常沖にも自分と同じ選択をしきりに進めました。これらの意見にしっかりと耳を傾けた末、常沖はついに秀吉の下で戦う決意を固めたのです。もしかすると、父兄弟信長が亡くなった時点で織田家からは心が離れつつあったのかもしれません。これまで着実にキャリアを積んできた常沖のこの選択は、吉と出るのか、それとも凶か。天正12年1584年春、
とうとう羽柴軍と織田徳川連合軍が激突する小牧長久手の戦いが始まりました。羽柴軍10万に対して織田徳川連合軍は3万と相当な兵力差があったと言われています。手始めに常興は織田家に味方すると見せかけ、信雄と家康の警戒を緩めておきました。その後、以前は自身の居城であり、今は信雄の支配下に入っていた犬山城を奇襲。これを難なく陥落させ、幸先の良いスタートを切ります。常興の裏切りなど全く想定していなかった信雄はたちまちパニック状態に陥ったとか。それ以降は両軍ともに相手の動きを伺い、大きな攻勢には出ないまま時間だけが過ぎていきます。一向に変化しない戦況にしびれを切らしてか、常興は秀吉にある作戦を持ちかけました。それは家康が主戦場に兵力を傾けている隙に徳川家の本拠地三河の岡崎城を奪うというもの。長吉、さらには秀吉の甥秀次も常興の提案に対して首を大きく縦に振ります。一方秀吉はやや慎重な様子を見せていたものの、ついには岡崎城攻めの許可を出しました。こうして常興は2万の大軍を率いて三河へと向かったのです。城攻めは絶対にうまくいくと誰よりも強い確信を抱いていたに違いありません。ですがそんな期待はこの後あっけなく打ち砕かれることになります。第4幕、池田常興の最後。作戦を敵に悟られないよう常興たちは夜遅くに進軍。ところが勘のいい家康はすぐに事態を察し、これを挟み撃ちにする計画を立てました。家康は岡崎城に向かう敵軍とほぼ同じ数の兵を動かし、周囲に包囲網を築き上げます。そして常興たちが狙いの地点まで来たところで一気に攻勢を仕掛けたのです。予想だにしていなかった事態に直面して常興たちは一瞬にして大混乱に陥りました。兵力だけで言えばほとんど互角でしたが、何せ挟み撃ちです。常興率いる羽柴軍の将兵ばかりが次々と撃たれていきます。その上常興は蔵に銃弾を受けたことで落馬。地方を敵に囲まれた危機的状況の中、それでも決して諦めずに敵とぶつかり合います。ですがもはや状況を打開する術はありませんでした。奮戦の末常興は敵将永井直勝に槍で突かれ、壮絶な討ち死にを遂げたと言われています。天正12年1584年4月9日、信長から摂津を拝領してからわずか4年後の享年49歳でした。また長男元助や娘婿長吉もこの戦いで落命。こうして岡崎城攻めの計画は大失敗に終わり、それ以降も羽柴軍の劣勢は覆りませんでした。秀吉の熱心な働きかけの末に結ばれた和睦で小牧長久手の戦いはようやく終わりを迎えます。常興は出世を遂げ始めたばかりのタイミングで惜しくもこの世を去ってしまいました。もしもあの時秀吉の甘い話に乗らずに信長への恩義を貫いて織田家に従い続けていれば、あるいは秀吉に味方するとしても勘のいい家康相手に岡崎城を攻めるという作戦を取らなければ、思わずそんな風に考えてしまうくらいもっと活躍する姿を見てみたかった勇猛な武将でしたね。織田信長と兄弟のように育った武将池田常興、一つ一つは派手ではないものの確かな実績を重ね、信長ついで秀吉からの信頼を勝ち得ました。今回の動画を機にそんな常興の活躍を記憶に留めていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。